新城駅にて山形弁は山形県内で話される日本語の方言の総称東北方言に属する山形県には県内共通の山形弁という方言は存在せず北を覆う方言に属する省内方言と南を覆う方言に属する内陸方言に分けられるホームページでは内陸方言を中心に解説する山形県内の方言は大きく 省内方言と内陸方言に分けられる。さらに内陸方言は最上地方の最上方言、村山地方の村山方言、老いたま地方の老いたま方言に分けられる。この4つの地域間の際は4地域が地理的に独立していること、また近世において藩が別個に存在したことが原因と考えられる。このうち最上方言には 庄内方言や北県方言の影響もある。最上地方の中でも最上町は歴史的に新城市方面とは交流が少なく村山地方とのつながりが強かったことから独自の方言区画をなしている。なお山形市のかすみ町では霞町弁と呼ばれる独自の方言が過去に使われていた。以下は特に庄内方言についてと断りがない限りは 内陸方言についての解説である。東北方言に共通する特徴として以下が挙げられる。この他に山形県内陸方言の特徴として以下が挙げられる。野行シーン、J は摩擦が強く、他の地域のものには山形が邪魔型のように聞こえる場合がある。野行枝音、1が存在する。地場、ジェル、ヤダ名ーなどの少数の語に現れる。 木は、キロメート祭のような音声であり、他地域のものには、地のように聞こえる。ただし、もともとの地は、内陸方言列に統合するため、混同することはない。区は、サシャセシェソの前において、木になる。キサ、キイソセゼは、シェ、イジェ、ダとなる。また、村山地方北部から、最上地方では、さらに、セがヒエヘとなる。レンボインアイ、アエは、 最上方言では融合してとなりやすい。村上方言とおい玉方言ではそれほど融合しない。連母ボがいいは、メル、ケルのように、いい、またはいいとなる。連母音上は、ウェル、クエ、ケーのように、ウィー、またはいいとなる場合がある。最上方言では、波行シーンに、無声両唇摩擦音が現れる。庄内地方のほとんどと、最上地方、小国町には、 北王式アクセントが分布する。二音説明詞の第4類、第5類が、小松の母音が AEO か IU かによってアクセント型が分かれている。最上町には二音説明詞では平板型と頭高型だけがある特殊アクセントが分布する。小国町を除く大玉地方と村山地方は無アクセントである。かつては東根市から船形町にも、 特殊アクセントが分布していたが、現在ではほぼ消失して、無アクセント地帯が拡大している。例、そうだを意味する、各方言。ありがとうございます。